小泉橋から望む駅と、列車駅構内の様子山陰線、小串駅前山陰線、小串駅前小串駅前,小串駅前、男島小串駅は、山口県下関市と四浦町大和小串あ石道にある、西日本旅客鉄道山陰方位線の駅である。短式、島式の複合型二面三線のホームを持ち、列車交換や折り返しが可能な地上駅。駅舎は、式の一番乗り場側にあり、 島式の2.3番乗り場へは、下関寄りの古戦橋で連絡している。なお、下関方面、長戸市方面双方からの折り返し列車は主に、島式ホームに発着し、相互の乗り換えの利便性を図っている。下関駅が管理する無人駅である。かつては、JR 西日本広島メンテックが、駅業務を受託する業務委託駅となっていた。窓口では、 ポスター末による発見が行われていた。上り本線である1番乗り場は両方向の入線、発車に対応している。下り本線である2番乗り場は両方向からの入線に対応しているが、下関方面へしか発車できない。下り副本線である3番線は両方向の入線、発車が可能。下関方面からの普通列車は当駅で折り返し、運転をしているものが多いため、 当駅長都市駅間は運転本数が少なくなり、星工事運休の場合は日中はすべてこの駅で折り返す。また、長都市方面からの普通列車についても当駅で乗り換えになる列車が多い。夜間大白設定駅であり、2番乗り場、3番乗り場に車両が留置される。駅周辺は住宅地が多い。また旧豊浦城の町役場以外の行政機関が、 小口に集中しており、警察署、保健所、病院、高校などの施設も多い。旧豊浦城役場や豊浦図書館は、川棚温泉駅付近にある。国道191号が駅裏を通過しており、駅前からは、県道小口停車場線を通じてアクセスしている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。ありがとうございます。